はい、どうも秘密キャッシュフェイガムソースハッチーでございます。今回はですね、サウジアラビアロイヤルカップということで、東京11です土曜日ですね、 G 過ぎ 1600m の、まあ、2歳の重賞競争の予想をしていきたいと思います。まあ、2歳重賞もね、ついに本格化してきたといいますか、まあ各地でね、2歳夏の重賞というのがあったんですけども、まあそれはね、あくまで夏の重賞でこう一戦一勝の馬ばかり出てくるんですが、まあ一勝クラスの特別戦も始まって、ここがまあ、ここからがまあなんていうのかな、クラシック戦線につながる重賞という趣があります。まあ、ですので、ね、来年に向けて非常に大切なレースかなという気はするんですが、まあ、今回はね、こんな感じでいきたいと思います。まあ、人気順の方はネット競馬想定の人気順で、4番人気、2番人気、9番人気、5番人気、1番人気と書いてあるわけなんですけども、まずはですね、軸が9番ステラベローチェ、現在ネット競馬想定4番人気です。まあ、この馬がね、まあ、やや重の新馬勝ちということで、時計的にはまあやや重なんで少しかかってるんですが、指数的にはこれが一番評価が高いと思います。まあ、POG 的にはね、デビュー前に馬後3区の最高傑作なんていうふうに言われてて、まあ、それはどうかなと、まあ、新馬戦の後ね、ちょっとその馬後3区の最高傑作とまではいかないんじゃないかっていうね、評価が下がる出来事があったんですけどね。まあ、つまり馬後3区が宝塚記念を勝って G1 2勝目を挙げてしまったんで、ハードルが高くなったっていうだけの話でね、まあ馬後3区の最高傑作なんていうね、前評判だったんで、まあそんぐらい勝ってくれるんじゃないかなと、ここぐらいはね、突破してくれるんじゃないかなということで、軸でいきたいと思います。まあ、そして2番人気5番のインフィナイト、まあ、モーリス3区ですね、新橋勝ちも不良馬場でしたし、まあ、時計もちぎってね、優秀な勝ち方をしてきてます。まあ、これもそこそこ強いんじゃないかなということで、紐に拾っておきたいと思います。まあ、そして6番セイヨンダイモス、現在ネット競馬想定9番人気。まあ、戦2でデビュー勝ちして、マイルの新潟2歳ステークス、まあ、6着ではあったんですけれども、そこそこ走って、まあ、それこそマイルで連戦しようということになるぐらいではあるわけですよね。まあ、距離延長に十分対応したということで、まあ、新馬の時計も優秀でしたし、紐には拾っておきたいと思います。まあ、そして7番ダディーズビビッド、まあ、前走オープン2着絆3区ですしね、使われて上昇してくるだろうということで買っておきたいと思います。まあ、そしてキングストーンボーイ1番人気ですね、母も期間内から活躍したダイワパッションドラメンテ3区でね、ババ状態適応してきそうな気がします。まあドラメンテの父もね、母系もオモババ得意の系統なんでね、いけるんじゃないかなと。まあ、そんなわけでね、またこんな感じの軸一頭ひも4点で狙ってみました。まあ、以上ね、またそれぞれいろんなレースやっていきますのでね、メインチャンネルフェガム TV の方でその週のメイン2レースぐらい、まあ、そして残りはこちらフェガムスポーツで地方競馬の重賞まで含めてやっておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。